This magical star of destruction was shattered into pieces all across the world, and those who were born with this fragment were called the Starborn. In 1192, during an age of conflict, the Archean commander Khazar sought to use the power of the star fragments as a tool of war. The wizard Jan Junith sent Calanthea, a witch, to the remote island where Starborn were hiding. I'm sorry, child. get out of here! Fight with a different weapon! Awaken the wild power in the star fragment and... Your star fragment is... After all these years, the memory of that day. Who goes back? Hey, it's you! Whoa, are you alright? Did you have that nightmare again? Please, don't feel guilty. The Elder wouldn't want you to feel this way forever. Come on, why don't you go out and get some fresh air? Oh, right. Lottie just left to go to Moonshade Town. You should follow her. I'd love to come with, but running makes my arm hurt. I'll bet Lottie morphed. If you want to catch up to her, you'll have to morph too. Ah, that Lottie. She didn't take the map again. Can you take it to her? I drew up the map because she asked for it too. Pick up the map on the table. All right, let's get going. Gigantorite! Oh, I heard that it's passing my spirit. Oh, Adventurer, why are you here? Ah, oh, I was just about to go back and get it. Thanks. Oh, I need to repair something in Crescent Town. Since you're here already, do you want to go to the training grounds with me? It's been a while since you've seen some action. I'm sure it's nothing too serious or urgent. Besides, today is the day when Gigantorite passes by Wisperian. Wisperian will be full of energy today, so let's take it easy. Why don't you take this chance to try out a different weapon? You can't keep using that broken sword forever. Then we can go to Moonshade Town. What do you say? Now, let's go. The castle, my friend. Seems like Clay is here too, given this special occasion. Language not supported. Yoga. ギガントリテという大きな神獣が遊びに来るんです。ギガントリテは何しているの？早く入ろうよ。どうしたんだ？他の武器が扱ってみたくなったのか？訓練場ではさまざまな武器を状況に応じて使える。まだ武器に慣れていないでしょ。 ちょっと教えてあげる。武器を2種類装備できるのは知ってるよね。こうやって自分に向いている武器を探すの。決まり？よく似合っているわよ。やるじゃない。行くの、もう開けて。おお、了解だ。途中でウィスペリオンが見られるかもな。よっと。ちょっと遅すぎたかな。急ごう。今日は珍獣ギガントリテがやってきて、ウィスペリオンのオーラが高まる特別な日。ロッティと一緒にウィスペリオンの向こうのつごもり好きの村に行くために要塞の外に出かけた。なんで？確認しましょう。先に行くからラッチにフックでここまで来て。いやっ！何者かの攻撃で櫓が壊れた。そのせいで道が塞がれたが、ロッティと共にフックとラッチを使って道の先へ進むことができた。補給品輸送車も壊されたのだ。一体誰が攻撃を？灰色のミトランを送ってる。早く到達してつごもり好きの村に行こう。動きを見て反撃のチャンスがあるはず。が壊れている。知っているでしょう。巣ごもり好きの村に行くには滑車に乗ってウィスペリオンを越えるか船で迂回するしかないの。仕方ない。ちょうどベルメッツおじさんもいるし滑車を調べてみよう。私が何とかするわ。あなたは怪我人がいないか確認をお願い。ベルメッツおじさん、直せそう。ロッティ、何、2人いればすぐにでも直せるさ。ありがとうございます。ウィスペリオンの方にも砲弾が落ちたけど見てもらえますか？灰色のミトランを退治しながらウィスペリオンへ向かった。幸いウィスペリオンは無事だったが、滑車が壊れたせいで巣ごもり好きの村へは行けなくなった。謎のささやきに連れられてウィスペリオンと接触し、光と共に現れた不思議な存在に大樹の上へ導かれた。動かすと危険です。くそ、滑車が壊れた以上援軍が来るとも思えない。何か方法が。誰か来ます。どうやって滑車は壊れているはずなのに。よくわかりませんが、星のかけらの力を持っているようですね。星のかけらがあれば特別な存在と会話ができると聞きました。レジスタンス所属のクレイ・カーターと申します。どこかで会いませんでしたか？やっぱりあの時の子供でしたか。話は後でゆっくりしましょう。今は村の方に合流して手伝ってもらえると嬉しいんですけど、どうですか？ありがとうございます。私はここで応戦しながら。ありがとうございます。ではまた後で。大樹の上にたどり着いた後、奥まで連れてくるとは。道を開きましょう。行ってください。マークアンもズッキー君はヘルシーマンもサルコ大したことなかったな。全員ウィスペリオンの星のかけらを取り出し、星の子たちを捕まえろ。そうすればザロス様がカザール様に認められるだろう。ありがとうございます。大丈夫です。激怒の槍。自ら来たのか。星のかけらを出しておとなしくしねえ。バカな。道を開けます。お下がりください。激怒の槍。魔術の実験で作られた強力なオークです。落ちろ。キングベルトのフンド攻撃に適切な防御スキルを使うんだ。激怒の槍。落ちろ。した星のかけらの力か。妙だな。大怪我をしてないって聞いたが。目が覚めたか。俺のことわかるか。ああ、よかった。よし、ちょっと待ってろ。治療師を呼んでくる。10年前にここで全てを失った子供は今やアーキウム軍団や巨大なオークと戦っている。もう絶対に引かないという覚悟で。もう動いていいのか？治療師を連れて行こうかと。何があったのよ。本当に心配したんだからね。君に何かあったんじゃないかって。とにかく中でクレイ様が待ってるから会いに行って。滑車さえ壊れていなければもっと活躍できたのにな。あの大きなオークを一人で？すごいわ。マジか。大勢でかかってもかなわなかったのに。ご苦労だった。ああ、目が覚めましたか。こちらへ。キングベルテを倒してくださったおかげで敵を全て排除でき、天のポータルも閉ざされました。ピンチになった時、あなたの星のかけらの力が暴走しました。その力でキングベルテを倒すことができました。10年前のあの時、長老があなたを守ってくださったおかげで今のウィスプ島を救うことができたんです。ところで長老が亡くなったことが自分のせいだと責めていると聞きました。あなたのせいじゃありません。知っているでしょう。自分を責めるのはやめてください。それより具合はどうですか？その力放っておくと危険すぎますから。星のかけらの力を持った人が暴走すると体が壊れたり、最悪の場合は死ぬんです。そしてその力が暴走すると無実の人まで巻き込んでしまうかもしれません。ダスラン領地のキャスラータウンにマティーネという人がいます。彼女は星のかけらについて研究しているので力になれると思います。はい、私の証です。倉庫管理人のメルキーに見せると彼女のところに案内してくれるでしょう。出発の準備ができたらルナゼロの頭に手を乗せてください。一時的に滑空能力が強化されキャスラータウンまで行けるはずです。では。友達いつも一緒。体に宿っている星のかけらの力のおかげで危機を乗り越えた。何をそんな重たそうに持っているんだぎゃ。よく来た。お前知らないやつだぎゃ。何も預けないなら、これはクレイ兄弟の証ぎゃ。もしかして知り合いかぎゃ。アイナールの祝福があらんことをどうされましたか。クレイ様の証ですね。私は目に見えないものから真実を見る人です。マティーネは今隠れています。彼女に会うにはいくつかの手続きが必要です。アーキウム軍団に居場所が気づかれると困りますから。彼女に会うには雑貨商人のところに行って赤い花を探していると言いながらクレイ様の赤お、何が必要だい。いらっしゃい。クレイ様の証か。アーキウムのやつら、マティーネを見つけて何をするつもりなの。とにかくマティーネを探すための合言葉は2つに分けられる。まず1つは光の破片が。あんたはどこに向かってるんだ。おいおい、危なかった。階段が事実だったなんて。スキルをお探しですか。クレイ様が使わしたのですね。合言葉の後半はささやくです。次は町の北にあるキャスラー氏。それとみんなマティーネの治療術に助けられています。倉庫管理人のメルキーはマティーネの存在を隠し、知らないふりをしていた。最近アーキウム軍団らしき者たちがマティーネを探していたからだ。マティーネに会うため町の人たちにクレイの証を示し、光の破片がささやくという合言葉を突き止めた。危なかった。怪談が事実だったなんて。は？ハンターはどこに向かってるんだ？お、何が必要だい？おいおい。来るとは聞いてないけど、見ない顔ですね。何かご用ですか？なるほど。あなたをよこしたのは私の研究のためでしょう。実は姉のアドリアンナも魔力暴走で苦しんでいて、その治療法を研究しているんです。もし症状が似ているなら魔力暴走鎮静剤が役に立つはずです。さっきの実験で素材を全て使い果たしてしまったのですが、見ての通り、ここから出られない身で。ではお願いします。黄金のライ麦畑にある金色の薬剤房に行けば卵子床が手に入るはずです。卵子床を持ってくれば改善された鎮静剤をお作りしましょう。テレポート石は使えますよね。わからなければ神官グレイスに聞いてください。素材集めの帰りに使うと便利ですよ。アプリ。あなたの様子が。このままだと危険です。今すぐ卵子毒を持ってきてください。アーキウム軍団がマティーネを探しているという噂を聞き、キャスラー診療所は閉院した。それは治療師として働いていたマティーネが診療所を去ったと偽装するためであった。彼女はひっそりと暮らしながら、星のかけらのせいで苦しんでいる姉のために今でも治療薬の研究を続けている。神は万人にアイナールの祝福がある。まだ疑問が残っているよう。テレポート石はベネルクス魔術の集大成と呼べるもので、空間を瞬時に移動すること。魔術師のクレイ様はそのような技術をどんな人でも扱えるよう。広場にあるテレポート石と黄金のライ麦畑のテレポート石を。ラスランの領主ホブスは簒奪者レビル・ルビウスに激しく抵抗したが、アーキウム軍団の大規模攻勢で領地を奪われた。しかしキャプテン・ダ・ヴィンチ率いる新聖騎士団がラスランの解放に手を貸し、キャスラータウンでラスランのレジスタンスが組織された。倉庫は知ってるや。この銅像いつまで置いておくんだ。お、大昔の話だぞ。かつてはラスラン一肥沃だったこの土地も、呪いの雨が降ってからは巨大な害虫であふれ返ってしまっている。魔術師たちが事態の収拾に当たったが、彼らの不完全な魔術は問題をいたずらに悪化させるばかりだった。アイナール神官のグレイスはテレポート石をベネルクス魔術の偉大な集大成だと言った。本来テレポートとはわずかな魔術師にしか使えない希少な技であったが、クレイが誰でも使えるように図式を完成させ、テレポート石を作ったのだという。テレポート石を使うのは初めてか。マップを開き、青く光って活性化して、一度手を乗せて図式が活性化したテレポート石は青く輝く。マップを開いて活性化したテレポート石を選択すると、一瞬でその場所に移動することができる。おいしょ。どうするかね。何かご用ですか。乱視床ですか。そりゃ作り、ダメです。僕はまだ師匠に乱暴なハーベスターの腐食した心臓、ワスプから毒針、ビートルからそれを持って僕のところへ来る。黄金のライ麦畑にある薬屋にはいつも憂鬱な表情の見習いオリバーがいる。長い間薬商人の弟子として生活してきたが、未だ師匠には認められていなかった。農場の人々は知識豊富で優秀な弟子が偏屈な師匠のもとで苦労していると気の毒に思っていた。卵子床の主な素材は黄金のライ麦畑のハーベスターと害虫から入手することができる。魔力を制御するハーベスターの腐食した心臓、魔力の毒性を調節するワスプの毒針、競争効果のあるビートルの汚染された角が素材である。いずれも毒性が強く効果が確かな素材ばかりだ。どうしよう、今日は実験の予定だったのに協力。よかった。では屋根の下で雨水を溜めているバッグ、私は実験の準備をしておきます。ちょうど準備ができ、ある成分を含む雨水が準備した素材とバケツの雨水を待つ。その雨水をビートルにかけて濡れた状態、雨水に準備した素材を混ぜています。もうすぐです。特別な雨水の完成です。ビートルが雨水に濡れると暴れるかもしれないのでお気をつけて。やはりこの地の生き物と十数年前ラスランに当時汚染された。今かけた雨水はその素材から作ったも。今日の実験結果はベネルクスに報告して。ああ、いらっしゃい。なんでよりによって採取の難では、畑に埋まっているマンドラゴラから根を採取してください。薬商人のところへ行くんですね。ウィン。難破船や積み荷の中に財宝が眠っていないか探すのであれば、海岸の支配者と遭遇することになる。遠目には普通の甲殻類にしか見えない。だが近寄ると想像以上に凶暴なことがわかる。何か用か？ん？これは乱視床の素材オリバーが？薬商人は薬剤を手に入れるため険しい場所。いや、今すぐ乱視床を作ってあげよう。さあ、乱視床だ。すぐにマティーネのところへ行くのか。ならマンドラゴラ栽培地で最後の素材を手に入れ、薬商人ウィルソンに会うことができた。彼はいつも薬屋を弟子に任せ、一人で薬剤を採取していた。薬剤を手に入れるためには危険な場所に行く必要があったが、弟子はあまりに臆病で一人で行くしかなかったのだ。もらえませんか？素材は持ってきました。おかえりなさい。卵子床は持ってきましたよね。体調の方はどうですか？よかった。それに卵子床も良質のものです。すぐに鎮静剤を作りますね。どうぞ効果を試してみてください。どうですか？大丈夫ですか？やっぱり効き目が改善されたんですね。今までの鎮静剤はこれほど良くなかったんです。この鎮静剤を姉に届けたいのですが、見てのとありがとうございます。これみなが代わりに姉に届けてくれるはずです。私はザロスに。そうです。アーキウム軍団のラスラン指揮官でカザールの神服の一人、ザロスです。彼が私たちをずっと追っています。姉の力を奪うために。星のかけらの暴走は強い力を意味します。知っているんです。マティーネさんが。ミナはウィンドヒル会。マティーネの魔力暴走鎮静剤は効果があった。鎮静剤を飲んだ途端、魔力が弱まっていくのを感じた。姉アドリアナの苦しみを和らげるために研究を続けてきたマティーネが、ついに従来よりも強力な魔力暴走鎮静剤を完成させたのだ。誰か助けてもらえませんか？ヘルム、グローブ、靴、何でもお作りし、丈夫な防具をお探しで。復元完了。アーキウムたちをボコボコにしてください。もっと壊してください。おお、半分壊れましたよ。いつかどんな攻撃も防ぐ防具を作りたいわ。いいですね。それじゃアクセサリー、ここに来るなんてお目が高いですね。体が全部動いてるからな。何でも任せて。復元完了。アーキウムたちをボコボコにしてください。あなた。何か用ですか？鎮静剤を持っているということはマティーネの使いですね。この前ザロスの手下マティーネの鎮静剤だけでアドリアナが暮らしていた灯台の中に。ミナからの知らせは予想外のものだった。アドリアナはザロスの手下から逃れ遠くへと旅立っていた。魔力暴走鎮静剤だけでは彼女の魔力を完全に抑えられなかったそうだ。アドリアナはここを離れ魔力を完全に抑える方法を探し続けている。残念ながら一足遅かったようです。あいつがアドリアナを逃がしたようです。お前もあの娘と同様にかけらを持っているね。どうやら手ぶらで帰らずに済みそうだ。キラ不全が我らの計画を邪魔だってする気かい？この手で殺してやる！星のかけらをよこせ！絶対に星のかけらを奪ってやる。こんな若造に負けられん。カザル様からは死ぬまで逃げられんぞ。毎晩あの日の悪夢を見る。時が経つほど記憶は鮮明になる。寝ていると気配を感じた。最初はミナかと思ったけど、私は素早く身を隠し侵入者を見守った。彼の剣の模様から察するにアーキウム軍団だった。アーキウムはなぜまた私を探しているのか。あの悲劇を繰り返すわけにはいかない。アドリアナが暮らしていた灯台にアーキウム軍団が侵入していた。ジェニス・カーターは何者だろう。彼女は一日でも早く力を。箱の中から羊皮紙を発見した。そこにはジェニス・カーターという人物について記されている。すぐに彼女の星のかけらの力に気づいたジェニスは、彼女に一刻も早くここから離れて力を制御する方法を探ることだけがアーキウム。双子の妹マティーネを人質にしたアーキウムの手下は、星のかけらの力を宿した呪術師アドリアナを脅し、雨を降らせるよう強要した。儀式が始まるとすぐ雷鳴とともに雨が降り始めた。アーキウムの手下が儀式に使う素材をすり替えたことで、呪いの雨がラスランに降り注ぐ。一体の生き物は凶悪な怪物へと変貌し、人々を襲い、土地は荒れ地と化した。アドリアナは自分のしたことに衝撃を受けた。アーキウムの手下が用済みとなった姉妹を殺そうとすると、アドリアナに眠っていた星のかけらの魔力が暴走し、手下たちを一瞬にして葬り去った。それ以降、アドリアナの姿は醜く変わり果て、呪いの雨を降らせた罪悪感に苦悩する日々を送ることとなった。何か買いたいのか？依頼コインがな。依頼管理人のノースだ。誰か助けてもらえませんか？品質ならこのスコットが保証する。お気をつけて。いらっしゃい。ありがとうよ。またな。危なかった。階段が事実だったなんて。ようこそお客様。うちの料理はキャスラータウン随一です。ではまた。ごゆっくり。では。最近調子はどうだい？健闘を祈る。武器のことなら何でも聞いてくれ。ではまたな。ここに来るなんてお目が高いですね。いませんか？マティーネを探しています。あなたに会ってからマティーネに、そしてもしあなたに会え…冒険家さん、おかげで姉の状況が分かりました。ありがとうございます。姉の隠れ家がバレた以上、この診療所も。そこで私はここを…あなたの魔力は強すぎますから、私の鎮静剤。また会う時にはあなたをか…マティーネとアドリアナはきっとここは私が片付けます。かつてマティーネを人質に取られたアドリアナは脅され誰か助けてもらえませんか？助けてもらえませんか？危なかった。階段が事実だったなんて。こんな遅い時間に行くのか。危ないから準備はしっかりしていくんだぞ。もう時間がないよ。どうしよう。どうしても手に入れたいものがあるんですけど、誰も話を灰色牙のイスケールって聞いたことありますか？恐ろしい紫色の力を持った狼で、その時は領主の息子のヘンリー様が私たちを助けてくれました。でもその戦いでヘンリー様も亡くなってしまったんですが、それで私よくキャスラー修道院にあるヘンリー様のお墓にお供えをしに行くんです。この前はウサギの皮の手袋を作って持って行きました。もうすぐ命日なので特別なプレゼントを。そんな時ハンターのおじいちゃんの家で見つけたんです。私も大会に参加してヘンリー様に本当ですか？あ、じゃあ証を2つお願いし。ありがとうございます。大会はキャスラータウン領主館の主催です。こっちだぎゃ。ちょっと来てくれぎゃ。大会の準備に農場の管理に申し訳ないのですが、ちょっと大会のために狼をおびき寄せ、毎回欠かさず出席されるほど。そうだ、大会に参加するなら狼狩りの証ですが、それはウィンドヒル海岸の難破船にいるクラッケルを倒してください。手強い相手ですが、それから難破船に残っている箱も一度調べてみてください。中に釣り餌が入って、さっきも言ったようにクラッケルは手強いのでアンコモン防具程度は必須です。私から。領主補佐官デイブは狼狩り大会に使う誘引剤が効かないことに悩んでおり、新たな誘引剤を作ろうとしていた。ソイリのために証を手に入れるには、まずウィンドヒル海岸で新たな誘引剤の材料を入手しなくては。